長谷川株式会社、長谷川、長谷川コーポレーションは日本の模型、プラモデルメーカーである。1941年に長谷川勝路が創業した木製模型メーカーの長谷川製作所を前身とする。飛行機、自動車、艦船などのスケールモデル、キャラクターモデル及び鉄道模型を生産している。飛行機の長谷川として知られている。 静岡県八重洲市八楠の木に本社が所在する。本社の屋上に F-104 が玄関前に T-3 が展示されている。1941年に長谷川活路が長谷川製作所を創業、1945年から木製模型などの木製教材の製造、販売を開始した。 1961年プラモデル分野に参入して初のプラモデルグライダー3種類を発売。翌1962年6月に多額の開発費を投入した1450スケールの戦艦ヤマトを発売。同年に約15万個が販売され1億2000万円を売り上げるヒットとなった。続けて190スケールで F-104 スターファイターを1 70スケールで P-51 ムスタングを発売、こちらも売れ筋商品となり、この成功が木製模型からプラモデルへ、本格的に経営の主軸を切り替える分岐点となった。1965年にスロットカーブームが到来し、その爆発的人気と他社の動向に乗った、長谷川もスロットカー分野に参入したが、加熱しすぎた反動でブームは、急速に終焉を迎えた。 これ以後安易にブームに乗らず、長く売れる商品作りを目指して安定した人気のある飛行機モデルに着目し、1966年に1、72スケール F4 ファントム2を発売した。これが120万個、3億円を売り上げる大ヒットとなったことが、飛行機の長谷川の方向性を決めるきっかけとなり、定番商品として飛行機プラモデルを主にした開発を続けることになる。 1970年、イギリスの今社と提携し、1973年まで今製品を日本国内にて自社ブランドで販売した。同時に、長谷川製飛行機プラモデルも今のフロックブランドにて欧州で販売された。長谷川は現用ジェット機、今は第二次大戦機が充実していたため提携のメリットは大きく、長谷川にとっては、 飛行機模型シリーズを充実し、飛行機の長谷川のブランドイメージを登る役割も果たした。アメリカにおいても、1960年代後半からアップック社や AMT 社への OEM の形で商品を販売していたが、1972年よりミニクラフト社との提携により、長谷川ブランドを全面に出した販売を開始し、日本国外での長谷川知名度アップにつながった。 1970年、これまでより大型の1、32スケールでの飛行機モデルの製品化をはじめ、1971年には1、32スケールの01052型を、冷戦設計者の堀越二郎技師自らの監修で発売した。また、1971年には1、700スケール観戦モデルのウォーターラインシリーズ、1973年には1、 72スケールミリタリーモデルのミニボックスシリーズを開始し、どちらも飛行機モデルに次ぐ長期シリーズとなった。1980年代、スケールモデル以外のジャンルを模索していた長谷川は、自社デザインによる s f 系メカシリーズ、スペースオペレーションシリーズを立ち上げ、数点のキットを発売するもののセールスには結びつかず、数年で撤退している。またそれと前後して、トミーの レンズマンシリーズのプラモデルキットを OEM 開発していたことがある。1980年代末期にはミニオンブームに便乗し、カムコンテックという自動ステアリング機構を持ったモーターライズキットを開発している。1990年代に入り、既存金型を流用しながら新規デカールや一部パーツを追加したキャラクターキットの発売を開始。エリア88や 戦場漫画シリーズなどのメジャー作品から、青空少女隊や、エアロダンシングというマイナー作品までを、キット化。他にも、ああ、女神様から、猫ザネ広大神殿、帰ってきたウルトラマンのマットビハイクルなど幅広ジャンルを網羅していた。代わり種としては、坂井のりこ率いる、ノリピーレーシングチームの、ノリピーシビックをキット化した。これらのキャラクターキットの販売は、主に、 アクト、AQT、長谷川のブランドで行われた。また、香港のドラゴンモデルズとの共同企画として、鉄腕アトムのキットを商品化したのも心である。1990年代半ばには、スターウォーズのフィギュアをプラモデル化する企画が、ホビーショーや雑誌広告で告知されたが商品化は実現しなかった。1990年代初頭に TV ゲームメーカーの ハドソンからの依頼で製作した180スケールの土佐電鉄600系の桃太郎電鉄広告塗装のプラモデルを一般発売したところ大反響を呼び、これを鉄道模型として走らせるための動力装置が他社から発売されるなどのブームとなった。これをきっかけとして一八十スケールの鉄道模型十六番ゲージに参入、遠の技術提供を受け、同社製品の 国旗104や、キハ110系などのボディ製造を担当した。1997年には、N ゲージにも参入し、鉄道模型ブランドとしても、デモ、モデモを設立した。2000年9月20日、創業時から長く親しまれていた、社名、長谷川製作所からカタカナ表記の、長谷川に、称号、社名を変更した。2001年以降、マクロシリーズや、 ウルトラマンシリーズなどのアニメ、特撮関連、電脳戦機バーチャロンといった TV ゲーム関連のキャラクターモデル商品の開発に参入する。そのきっかけは、超時空要剤マクロスに登場する、可変戦闘機、VF-1 バルキリーの商品化で、この人気メカの戦闘機形態が、F-14 トムキャットをモデルとしていたことから、新カナ型キットを開発しても、 飛行機の長谷川ブランドのイメージを活かせるとの判断があった。飛行機で培った精細な技術を注ぎ込んだ結果、今まで長谷川の模型を購入したことがないキラクターモデラーまで取り込んだ大ヒットを収めた。それがキャラクター分野への本格的参入につながり、その後のシリーズでは人型ロボットモデルにも手を広げ、ポリキャップなどキャラクターモデル独特の稼働技術で向上を 図っている。2008年、マシーネンクリーガーシリーズへの参入を表明し、第1弾として、傭兵軍の反重力装甲戦闘機、ファルケを2009年3月に発売した。このような経緯を経て、長谷川は国内の模型メーカーとしては、スケールモデルとキャラクターモデルの両方を手掛ける数、少ないメーカーとなっている。2009年にはゲームに登場する2戦闘機、 通称、アイマスキをモデル化するアイドルマスタープロジェクトを開始した。基本は、戦場漫画シリーズなどと同様既存キットの成形色、デカルガ絵であるが、新規開発した1、48スケールの F-22 を米空軍仕様に先駆けてアイマスキ仕様で発売し話題を呼んだ。自社でモデル化していない機体については、アメリカレベルなど他社製の成形品を使用している。 2011年12月には創立70周年を記念した新プロジェクトとして、クリエイターワークスシリーズをスタートさせた。一つの作品に関わらず、アニメーションやゲームなどの様々なジャンルらの製品化を実現している。1980年代に、ランにリフォルメされた卵飛行機シリーズとして発売され、ボックスアートもポップでコミカルな。 明るい箱絵で数十種類が発売された人気シリーズ。購買層は低学年の児童から大人まで幅広かった。長い間絶版であったが、この卵シリーズで飛行機モデルの魅力、プラモデルの工作、塗装の楽しさを知るきっかけとなる入門モデルとしての割も果たした。2007年11月より、藤沢隆のイラストにボックスアートを変更して再発売され、新華長による 新製品も追加されている。現在の製品は、主に、N ゲージである。都電、東急世田谷線、都佐電気鉄道などの路面電車と箱根登山鉄道、江ノ島電鉄などの小型電車の完成品が、主流であり、広島電鉄5000系電車のような、複雑な形態模型も手掛けられているが、JR 東海313系電車や小田急2万軽電車といった JR 型車両や、 大手私鉄の特急系車両も製品化している。また1980年代に中村精密が製造した客車のプラスチック製キットの金型を引き取り完成品として販売している。16番ゲージでも保ゲージの名称で東京都電6000系、箱根登山鉄道もハニ系、JR 東海373系電車を製品化していたが、 近年に発売された江ノ島電気鉄道100系、電車以外は生産中止状態になっているトライツールのブランド名で工具を販売している。また通販のみだが、模型用コーティングポリマーのノウハウを活かした、実車用コーティングポリマーも販売している。ジョイファルマダラース、コンベンションオブハセガワの略で、ハセガワが有料会員制で運営する、模型ファン会員組織。模型ファン。 モデラー同士の交流や作品展示会、技術交流、コンテストなどを主な目的とする。プラモデルの愛好者を広げ、育てる組織として、日本全国各地の共産模型店が JMC ステーションに加盟している。2012年の作品展を最後に JMC の活動は休止中。2013年4月に株式会社、長谷川 JMC 事務局名で発表された。 声明によると、二十二年間 JMC を続けてまいりましたが、昨今では出品作品の大型化と精密化による輸送費の増大、スタッフ増加による人件費の増大、またスタッフの負担増など様々な弊害が出ておりました。今年度の JMC を開催するにあたり、スタッフ一同で長い時間をかけて話し合いを続けてまいりましたが、解決策は見つからず、 ひとまずお休みをいただいて、その間に運営方法などを刷新し、新しい JMC として再出発することにいたしました。再出発の時期は未定ですが、決まり次第ご案内させていただきます。とのことである、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。